地味な手続きでしたけど、この間準備をしておりまして、準備書面の1というのと2という2つ出しました。で、1つは向こうの答弁書に対する反論、もう1つは110番対応が不法行為だという、そういう内容のものをしました。一審の時はそれ書いてなかったんですが、控訴理由書を書いてるうちにですね、110番の対応から警視庁本部の通信指令本部ですね、そこの対応自体に本当はそもそも大問題があったんじゃないかっていう指摘を、まあ、事情といいますか事実結果として書いたらば、まあ、前回来ていただいた方はご記憶かと思いますが、裁判長の方からここを不法行為として主張しますかって言われて、まあ、そういうふうにやっぱり読めるよなと思いまして、今回改めて不法行為として書きました。で、その中で7項目ほど時系列と主張とで書いたんですけども、その6番目のところで、裁判長は、まあ、ここが不法行為の核ですね。で、それは核っていうのは何かっていうと、110番通報に対して、新助さんを救護しなかったということが不法行為になるという中身で書きました。で、救護しなかったっていうのはどういうことなのかという経過がその1から5までに書いてあるということです。で、なぜここで我々が死ぬ時そこをまず書かなかったかということをちょっと説明をするとですね、もちろんいいことではあるんですけども、私どもがつく前に証拠保全を直美さんが他の弁護士さんに、やっていただいて、110番情報メモというものを手に入れました。で、それ以外、原田さんの方には手がかりらしい手がかりがなくて、まあ、裁判を起こすきっかけとして使ったのが110番情報メモというものだったんですが、どうも内容が作られてるよねっていうことは分かってはいたんですけども、具体的にどこがどういうふうに作られているかっていうのは墨塗り部分が部分的にあることもあるんですけども、よく分かりませんでした。でもいずれにしろその新助さんの携帯電話の番号が通報者の電話番号として書かれていたので、あ、これに基づいて110番対応したんだなというふうに考えて、でその対応が悪か、その後の現場の対応が悪かったんだなというふうに考えていたわけです。で、時間の操作が行われているんですけども、まあ、その操作もその、おかしいなと思いながらも、じゃあ時間の点を除いて そこのごまかしを除けば、まあ、他は大体やってるのかなというふうに考えていました。で、ところが一審の証人尋問に入ったらばですね、現場に駆けつけた警察官が2人とも、新助さんの110番通報で来たんじゃないっていう証言をしたので、はぁとなったんですね。いや、もともと最初にこちら手に入れたものは新助さんの110番通報で警察官が現場に駆けつけたことになっていて、それは指令が出てから2分後に現場に行きましたよ。西口交番からの現場だったら、まあ、2分で行けば行けるわなとかっていうふうにそう考えていたんですが、当の行った本人2人が揃って俊介さんの110番で行ったんではありませんというふうに証言されちゃったもんだから、混乱をしてしまって、そこをすっきりこう書ききれなかった。とにかくその点を110番のところを除いたとしても警察官の対応ひどかったじゃないかということで不法行為を展開していたわけなんですが、高裁で改めてそこのところを整理し直して書いてみるとですね、オズ37号証というもので、新助さんとの110番通報を受けた時のやり取りが反訳として出ているんですね。で、それがこんなにいろんな、なんかこう訳の分かんない話をこうやってたんだっていうふうに当時は単に読んでいたんですが、実はその私と出口はですね、
あの秋田県の弁護士が自宅で刺殺されたっていう事件の方の弁護団がやっておりまして、そちらでもその110番対応が問題になったので、出せって言ったら出しませんっていうふうに言ったから、いやその新宿署の方の事件では出してますよっていうことで物自体示せなかったんですが、それあのまあ主張したところ言ったところが、あまああとまあそれまあ証拠保全でやったんですけども、証拠保全やったらばあのまあ音声データを聞かせてもらって、かつ、物として出てきたんです。でその物として出てきたものを見比べてみると全く違うんです。でそれはまああの書式があるかあるかないかっていうレベルの問題ではなくて、で秋田県警の方も110番通報の対応の仕方っていうのはまずいからこそ裁判になってるんですけども、それでも通報者は通報しました、事件の内容を聞きました、で途中のところからある程度こう詳しい話をしている間にもう片方の司令者という人が管轄の警察署や警察車両などに直に連絡を取って、まあ行ける警察官はすぐ現場に行ってくださいみたいな指令を出すわけですね。そうすると警察署なり警察車両から、あ今から行きますみたいな返事が次々に入ってきて、で、それがその1分後とか1分30秒後に次々に現地に到着しました。で到着した後にこれから車両を離れます。で、そこでまた1分か1分30秒後に戻りました、事件の状況はこうなっていますっていうのを通信指令本部に送るっていう、そういう経過が出てるんですよ。ところが OS37 号証はダラ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 話をしているだけ で一番最後のところはところで一体どこなんだろうねこれはっていう、そういうような会話で途切れてるんですよ。で、秋田県警の方でさえも現場に駆けつける場所の特定が一番最初にしなきゃいけないことですよねっていうことを、まあ私は証人尋問で警察官に追及して、まあそりゃそうだって言わせたんですけども、つまり事件の中身は後から行くにしても事件のある場所はどこだっていうふうに言えば、とにかく現場に行く間にその情報を提供して補充していけばいいわけですから、現場の特定が真っ先になさなければいけないんです。ところが OS37 号証を見ると6分47秒会話していながら最後まで場所の特定してないんです。とすると、警察官は現場に駆けつけることはできません。できないのであれば指令は出せません。だって指令出して行ってくださいって言った時、どこへ行くんですか、分かりませんそれはありえないですか。で6分47秒の最初の 10秒目か11、2秒のところで新助さんが新宿駅ですって答えているんですよ。でも新宿駅って、まあ、ここにいる方は皆さんご承知の通り、新宿駅のどこっていうの と、JR なの、その京王なの、それから小田急なのとか、あるいは丸の内の方なのとかっていう、その大体その辺り言ってもらわないと駆けつけは全然違いますから、そこを特定しなきゃいけないんです。ところがその特定をしないんです。このそばに駅員がいるみたいだから代わってくださいよっていう風になっていて、で駅員に代わってもらおうと思って、新助さんは礼儀正しいから名前で呼ぼうとして名札を見ようと思って引っ張ったらば、それが暴行だとか言ってガタガタやられるという。だからこれが礼儀正しくなければよかったんです。むしろすいません、あなたちょっと今110番したから電話かかってくださいっていう風に言えば言えばいいものを、礼儀正しくもうちょっとで名前読めそうだと思って、名前で何々さんっていうふうに言おうとしたところがそれができなくてトラブルで、そのトラブルも聞こえてるんだけども、この、通信指令室の方の、まあ、受理者っていうんですけども、受け付ける受理ですね、受理担当者はその駅員に代わってくださいとか、あるいはそのでまあでもところどころで、であなたどこにいるんでしたっけみたいなのっていうのは、つまりこの答えをさせなければいけないっていう場合には、繰り返し繰り返し同じ質問を繰り返していけばいいものを変えてしまうんです、質問を。で新助さんは現場で混乱しているから十分聞き取れていない節もあって、噛み合っていないんですよ会話が。だから具体的な会話なんかしようと思わないで、場所の特性さえもうとにかくしてそこに警察が行かせるっていうふうにすればよかったものを、6分47秒の会話で最後までしていません。そのために
受理者より 上司と生まれる人間がで今のどこなんだみたいな言葉が一番最後ボコッと入ってあと途切れるんですね。っていうことからすると、その秋田の方はもう前半それでも私からするとその特定の仕方は遅いんですけども、それでも、あれは何分だっけ、あの発動までは46秒ぐらいだったかな。そうですね、1分ないですね。1分ないですね、はい、でその、あの現場に行くっていうことをしています。で、場所の特定はもう通報した人が一番最初に言っていて、その後の確認も10秒後くらいにはやっていますが、この確認の仕方が非常にダラダラしていたので、これ問題だ、これ茶化してるっていうのばかりして、ばかりして問題したんですけども、この、 あの警視庁本部の方は全然そういうことやってませんのために、あの本当に現場に引き合ったのかっていうような対応の仕方です。ですからそういうことがこう見えてきたので、まあなおさらこれ不幸になるっていうふうな判断で書いたわけなんですけども、でまあ110番通報の不法行為を構成するということを書いてるんですが、今回それを書いてる最中にですね、あの非常にその興味ある事実に出くわしまして、あのまあ私あのが常々考えてる、この警察相手の裁判で考えてるのは、自分の出す方の証拠で立証するのではなくて、警察が出す方の証拠で立証しないと警察に勝てないと。まあそれでも勝てないんですけども、警察が出してるでしょ、この証拠はおかしいでしょっていうか、立証ができた時に勝ち目が出てくるっていうのが、まあ、私の考えなんです。つまりあの一般国民なんか嘘つきであって、警察 はあのいつも真実を語るんだっていうのが裁判官の考え方ですから、であるならば警察側の証拠で立証すればいいんだというのが、まあ、私の考えなわけですけども、あこれ撮ってるのいいよ、そうですで、問題はですね、あのしんすけさんが、しんすけさんが少なくも2回、複数回110番通報してる言っていたってことが、今回の場合、今回こう分析してくる非常に重要な意味を持っていて、で、でその履歴がどういうふうに残るのか、だからその同じところに繰り返していった場合に、全部残るのか、一番最初のが残るのか、一番最後のが残るのか、でその場合に一番最後の通話の終わりなのか、通話の始まりなのかで、まあ最後のところは本当はもうあの違っているともっと面白かったんですが、まあそれがなくても今回の場合は解明ができたんですが、1回目と2回目2回、少なくとも2回やっています。でもっと回数やるとこの1回ももっと前に来るんですけども、まあ複数回ありましたってことはもうこれ被告を認めているの で判訳書も判訳書 1,2 という形で出しています。で判訳書のその1の方が6秒ぐらいで終わっていて、判訳書の2の方が6分47秒に なっているんです。で110番情報メモの方でもまあそれに合わせるような形の情報メモが作られています。で、しかしそれはどちらにしてもその警察官が後から好きな 時刻を書くことが、順番も書くことができることなので、その判訳書なり110番情報メモに警察官が書いてある時刻では証明はできないというのがこちらの考え方で、もっと客観的なものはないかということで考えたときに、これは原田直美さんが言った時刻でもあったのも、23時27分に110番している記録があるんですみたいなあの話をしたっていうか、しちゃったというかですね、したんですね。でもこれ本当は本当はってからもう23時27分じゃなくて、22時台に彼はしていた可能性が高いわけなんで、
1審判決でこう引っ張られたのが23、27アウンってなってるから、まあ、これ以降だろうというふうに、捉えられたわけですが、今申し上げたように履歴は後のが残ってるわけですね。でちょっと23時27分から遡る6分47秒、さらにその前にもう1回かけてるってなるか、今ちょっとここに書いたように2回目が途切れていてその前の1回目が6分47秒かとなるわけです。でここでその順番がどっちが先かっていう時に自分の推測でこっちですよっていうふうに言っても説得力はない。でここで何を使ったかっていうと、まあ使った事情としては一つは新助さんがその交番に入ってから外に電話かけようと思ったんだけど繋がら充電切れちゃって通じないんですよっていうふうに言ってるんですね。っていうことは彼その前に最後にかけた時に通じなくなってるんじゃないか。でそれはこれでしょうと、うん、で110番通報のこの2回目の方だろうと。でそうするとそれが6秒でその前のものが6分47秒なんじゃないかということが考えるんですが、もう一つは1回目は何かそのちょっとバタバタして失敗しちゃって、2回目はなくなる。これもありえないではないんです。普通の場合はかけてたんだけど切れちゃう。で2回目の方の6秒ぐらいっていうのもかかってきましたっていうところから、ジュリーの警察官が出たんだけども、あ応答ありませんっていうふうに言って6秒なんですよつまり新助さんの言葉は全く入っていない状態なので携帯電話も本当通話できないっていう場合でも使わないでおいて発信だけはなんとかできたんだけど、それ以降の通話ができないとという状態は起こり得ます。なのでやはり最初が長くて後のが切れてる状態でその後が交番だっていうのが状況的に考えられる。でこれでも弱いと。でさらに強い証拠として考えたっていうのがあったのは、冒頭申し上げた110番情報メモの中のまずその書き換えがなされていない箇所というのが1箇所だけあるんです。で、ほとんどがその後から作ってくる書き込みなんですけども、1箇所だけ後から書き込みがおそらく最も低いだろうと考えられる場所がタッチパネルの画面です。タッチパネルの画面っていうのは110番受理を受けている時に書き込んでいくものです。でそれはそれで保存されます。なので後からの書き換えっていうのはおそらくこれしていないだろうと。それとその面も非常に簡単なものしか書かれていないので、こちらがそれを手に入れたところで、警察側の不祥事みたいなものを読み込むだけの情報が書かれていないので、まあそれはそのまま出してきたんじゃないかなっていう可能性があるんですよ。でそのメモの中、そこの110番情報メモ用紙としては、ね、だってこうなってて、まあこの辺りにあるんですけどもここは、まあ、画面が写真でくっついてるんですけども、ここの書き込みの興味深いところですね。メモで書かれ、普通メモってね書くときに皆さんまたという白いところですよ、こういうところまあノートとかなんか、あるいはその、まあ、画面にこう近くに置いたときにですね、どこから書き始めるか下から書き始めていく人っていますか普通上からでしょ。でかつ今の時代であれば大抵左から書いてますよね。こう書いてきますよね。で下に行きますよね。でそこに断片的に書かれていることは、実は6分47の中の会話の流れと合ってるんですよ。うん、断片的に書かれていることですよ。あ、ここはこういうことだったのかっていうのをこれと比べると上から下に行ってるんですよ。で、
一番このところには新宿 ST って書いてあるんですよ。新宿ステーションですよ。これは新宿さんがまあ10秒後くらいに言ったことですよ。で、その後に原田っていう名前を言ってます。で、原田っていう名前が書き込まれています。で、取り囲まれています。で、駅員っていうのも割と初めの方に出てきます。で、それは上の方にこう書かれています。で、3項目くらい何か書かれていてですね、ここにですね横棒が引かれていて、ダンという文字を書いてます。で、ダンという文字が書かれただけではなくて、その下にどう書かれていたかというと、あ、これちょっと枠はみ出しちゃうけど、最新罰って書いてるんですよ。だ、再度通信があったんだけど通じませんでしたっていうふうに読めるじゃないですか。そうするとやはりその6秒の方が後で、新宿駅にいますなんたらかんたらというふうに言っている会話はここに書いてあって、その後に段で、その後に最新罰とすれば、この6分47秒の会話の方が先で段の方が後でしょうという説明ができるわけです。で、実はここも決定的にその難しいというかな、この順番じゃないといけないという問題ではないんですけども、ギリギリ説明していく上では ここで収まる方が実は説明、他の説明との関係で、いいんですね。いいというのは何かというとですね、まあこちらは22時45分過ぎから23時10分ぐらいの間にトラブルあったろうというふうに想像してるわけですけども、向こうが出してきた、これがオツ確か27だと思うんですけど、26だったか27だったかには、新助さんが新宿の西口の改札を通って仮の通路を通過しているところが映っていますという、その時刻が23時19分15秒なんですよ。で、これ時間遡るんですよ。で、こことここの間が例えばまあ1分でも2分でもあるともう上にずれ込んじゃうんですよ。で、かつですね、この時すでに駅員が来てるんですよ。駅員が来てるってことはトラブルが起こった時駅員はすぐいません。駅員の供述証書でもまずその目撃者がいて、目撃者がすぐトラブルが起こらないので駅員を呼びに行って駅員が来てっていう時間があります。これを例えば1分というふうに考えますと、これはもっと遡っちゃいます。そうすると23時19分15分よりもっと数分前に、1分でも2分でも3分でも前にトラブルが起こっていないといけないんですよ。となるとこのこう数字を並べていくだけ、向こうが出している捏造の証拠や向こうが出しているその、110番情報メモの、タッチパネルの画面に書かれているところ、これは、信頼性が最も高いですよ。そちらが出しているもので、他の周りのところは後から書き込んでいるところですから、まあどうにもできるでしょうけども、ここは一番手堅いです。で、ましては向こうは全部本当だっていうふうに言ってるんだから画面嘘だっていうようなことじゃないですよね。ということで、このオツ37と河野3の2とオツゾ27とこの3つを組み合わせると、あ、これ全部警察側のですよ。警察側の資料ですよ。
全部これを組み合わせるとこれは矛盾する。ありえないと。で、まあそういう書面を今回出しています。で、まあ、裁判所の方は多分そこの意味が分かってなかったのかまだ読んでくれていないのか分かりませんけど、そもそも一審の記録あんまり読んでないんじゃないかっていう、こちらの旧釈明に対してそこは何の意味ですかって言って私が立ってちょっと説明しましたけど、ここはおかしいっていうのは最終準備書面に丁寧に書いてあるんですよ。でそこ一つの肝なんですよ。なんだけどなんか裁判官3人とも何なんだろうねこれはって言ってるところを見るとこの記録読んでないなっていう感じはしました。まあですので丁寧には書きますけども、この3つの組み合わせはその、まあ他の弁護士たちも私の先輩でも堀弁護士もあこれ結構面白いよねっていう、ただ自分たちで想像している主張の中身ではなくて全部警察側から出ているデータをもとにして矛盾するでしょっていう、で、ここの案の時間を偽造してるんだっていうのは我々もともと言っていたことで、でこっちはまあデータは時間を追ってその通り音声があるのでこれはもう正しい時間になってるんですね。でパネルのところも、これとこれ対応してますから内容がだからそれ正しいんですよ。とまあ我々言った通りここ偽造でしょうと。だって、あの時どういうこと言ってたかっていうと、だってこうなんてこう地獄とかなんかこうやって映ってる あるのに彼らが出してくるやつにはこれがなくて欄外に書かれてるからこんなの編集でどうなるって問題じゃないでしょうと。写真貼り付けてその下に時間書いてるっていうそういうものじゃないでしょ。だからそれがなんかその編集機能でとかっていうからお前この画像の数字がどうしてこれ出てくるんだよっていうそれ説明してみろっていうのが今回言ったことなんですけど、まあ被告の側にはもちろん被告って相手方に自分は分かってるんですよ。裁判長がまあ我々は分かんなかったんでそこを主張として書いた上で旧釈明してくださいって言われたのでそれをすることにしました。はい。でまあ裁判所はまあここのごちゃごちゃしたものっていうのはまあ今度、松田さんに表でも作ってもらってかなんかして絵で見たら絵びっくりポンになるようなそういうものまた書いてもいいと思うんですが、東京都の方は結構驚いてると思います。これはこちらからが作って出した証拠じゃないので、自分たちでやったところで自分たちで墓穴を掘ってるっていうものなので、裁判所は気づかなければ黙っていようかなっていうふうに多分彼らは思っています。もしこれを見ることがあったらちゃんと返事してねよろしくね書面で。それからですねもう一つ裁判長が今日言っていた向こう被告の方から出してきた、書証これについても控訴人の側では何か言い分あるんですかねって こちら先ほどの旧釈明に合わせて何か言うことあるんですかねっていうふうに言われたのでありますっていうふうに答えたんですが、それはさすがに非常に初歩的な証拠だったので裁判官も果てと思ったんですけど、何かっていう と、平成21年の12月11日に、ビデオが任意提出で新宿署に出されていたっていうそういう証拠です。でこれは一審に出てきた証人は、誰も知りません誰も見ていませんっていうふうに言っていたのがここに来て、新宿署が任意指定されていた。で、なんだっけ小原志文城じゃない、なんだっけ、なんだっけ石山金次郎かという警察官がその任意提出の、手続きをしたことになっていますが、
これが VHS だっけ、VHS テープ、はい、あの DVD で出てるはずなんですけど VHS テープで受け取ってるっていう、でこれも時刻が書いてないので、そこは分かんないんですけども、新宿署としてこの日にこれを受け取っておきながら、一審で10人近い警察官がやったのに誰も知らない、誰も見たことがないっていうのは、まあこのこと自体も 大事件で、まあさすがに裁判所も何これっていうふうにそれは思ったんです。 でなおかつこの石山というのが、まあ警察官としてのランクが書かれているだけなので、正案課なのか刑事課なのかそれ以外なのかが分かりません。あと地域課、あ、地域課って何ですか。市長任用になってますよ。あ、そう、うん、地域課になってるんだとすると、まあ、それは地域課の方から取り扱いをしてる正案なり、じゃあその日の朝以降は、刑事課が扱うのとすれば、それはその後あのどこに提供されたのかっていうことが問題になるはずなんですが、まあ一審ではこの事件に関わっていた人誰も見ていない。で、かつですね、あの被疑者不明だっけ、被疑者不詳です。あ、不詳ね、不詳。被疑者不詳に対する暴行被疑事件っていうふうになっていて、暴行事件だとするとこれは新助さんの110番通報に対応したものっていうふうに読めますが、これは被疑者不詳ではありません。この任意提出を受けるときにはもうすでに警察署の方では相手方男性の名前を知っていますから、で新助さん自身が音声データの中で誰と誰にやれたんだみたいなことも言ってますから、その人たちは被疑者になるはずで不詳ではありません。で駅員が、新宿署の駅員がこの石山金次郎さんに任意提出したって形になってますけども、まあこの書類自体またいつでもできる書類でもあるので、むしろこちら側が新助さんの暴行事件について110番通報に対応していなかったと主張したので、していますっていう証拠のつもりでこれを出したと思います。まあ被疑事実が暴行になってますからね。でもまあ今申し上げた点でちょっと思いついただけの変なことがあるし、ここでダメなわけですよ。ここで破綻しちゃってるし、この6分47秒の時に場所を特定してないわけじゃないですか。だから現場に行ってないんですよ。まあ具体例として先ほど秋田県警の場合出しましたけども、110番が来ました、受理しました、で指令者に場所を特定して、指令者は警察署なり警察車両に、管内の警察車両に直に連絡をします。そうすると、はい聞きました、これから行きます、はい現場に着きました、で現場の状況はこうなってますっていう報告が全部一つながりの記録に出てくるんです。ところがこの6分47秒は会話が途中できて、それでおしまいです。で秋田県警の方の出したのは、もちろん警視庁の側は秋田県警の方のこの対応の仕方が形としては正しいのは分かっていたけれども、自分たちがそれができていないわけですから、その今回のこのこちらの指摘に対しては、実質かなりは痛いはずです。ただ裁判官には110番通報ってのはどういうふうにやり取りするのか分からない。だって今回の答えもですね、受理した人間が、警察官が電話で新宿署に連絡したって言ってるんですよ。こんな110番通報対応はないですよ。だから電話かけに行くのって、つまりその、とにかくだから新宿駅でもその東口西口、そのまた中に鉄道警察隊がいて、一番近いやつがとにかく早く現場に行けっていうのがこの110番通報の体制ですからね。それが新宿署に電話をかけましたって、これ一体何ですかっていうようなこともアホらしいんですよっていうことになると、私はまあこれちょっと差し違えで、私らが出した次の日にこの向こうの調査証拠が出てきたんですけども、だから向こうはこちらのがどういうことを言ってくるかわからないままに、まあ
控訴理由の中でこれ110番通報対応してないっていうことを我々が書いたもんだからしましたっていうふうに端的に証拠として出してきたんですよ。でもそんなことはありえないっていうのがまあここでの説明、として出てきていますので、この訴訟についても、おかしな点がいくつもありますねということで休止釈明することになると思います。そんなところかな。あと何かあったっけ。いうことはまあ、向こうの反動はこちらが今回出したこの主張には対応していないので、まあ、改めて反論してくることにはいくことになると思います。で、まあ、先ほどもありましたようにこちらはまあ来週の金曜日までに、若干の主張と休釈明を出して、相手方の方は1月24日までに反論を出して1月31日の午後2時が発表でいうことになりました。で、まあ、雰囲気的にもあるいはまあ高裁というところもご存じの方も多いと思うんですが一審と違ってとにかく証拠調べやりましょうというところではないので、これを追及してそれぞれ主張が出終わったところで敗決心というふうになってしまう可能性はあります。ですから、まあ、次回で決心になってしまう可能性もありますが、まあ、今回出した110番通報が異常だってことについては一審でこちらもまあ変だと思いながらも不法行為を構成するっていうところまで持っていけるという考えていなかったのが今回秋田県警のと比較してみて向こうもひどいけど向こうがこのひどいと言えないぐらいとんでもないひどいっていうことがはっきりこう主張できるようになったので、まあこれもね、まあ、新助さんがこう携帯電話でこういうものを残してくれていたので、まあ、私はたどり着けた真実でもあるので、まあ、証人尋問をやって追及したい少なくもですね。で、まあ、事件の真相解明としては新助さんを残してくれたものでやるってことについて言えばここのところの証人尋問ができればかなり完成度高くなったかなという気はしますし、はい、いくらかでも勝ちたいですね、それにね、はい、私の方からの説明はとりあえずそんなところです。52人ありますか。いいですか、特に。はい、じゃあご質問があればどうぞ。あ、このネタ地味でしたか。私たち的にはすごい嬉しかったんですけど。ついでに言うとですね、12月の17日ですね、土曜日なんですが、午後、1時半だっけ ?1 時半、4時半かな ?2 時、4時。あ、2時だっけ、ちょっとごめん。1時半だか2時だったか、ちょっとそこ、開始時間ちょっと、まあ、1時半と一応言っておきますけども、四谷駅前のプラザ F、主婦会館の、4階、コスモスというところで110番通報
制度が人を救ってるのかっていうような内容で、警察ネットの市民集会をやります。でその時に、今回のこれもですね、あの資料でもちろん分かりやすく説明をしますし、あとまあ今の説明にも入っていましたのは、秋田県警の110番通報がまあこれとの比較で言っちゃマシにも見えるんだけども、あのどういうふうにずさんだかだったか、つまり短時間にやりゃいいってもんじゃないっていう、ちょっと対極的な、こっちはダラダラやっていてダメ、もう片方の方は短時間で超手抜きをしたために問題になるっていうケースで、まあ それはそれで、その秋田の方の弁護士と、まあ、当事者にも来てもらって、110番の時の状況がどうだったかってことと、だからまあ弁護団の分析でどういう問題があるかってことのお話を したいと思います。で、この関係でその警察の方のこう資料をネットで調べてみるとですね、警察庁も110番対応に問題があるってことは結構考えているようで、論文も結構あったり、何年か一度には引き締めみたいなことを言ったりはしていますが、一般の多くの方っていうのがやはりその110番通報で、とんでもない目にあったっていうのが、まあ、そのこと自体がなかなかニュースになりにくいこともあって、実は110番通報体制が非常に問題のある状況になっているということをご存じありません。なのでこの2つの例を挙げていかに問題かということを説明をしてですね、まあ原則としてまとめられれば、まあ、警察庁も分かっていることかもしれませんけど、これ改善しないといけませんよっていう意見書も出せればいいかなというふうに考えてはいます。はい、ですのでそちらの集会にぜひお出かけいただければというふうに思います。あ、都の指定代理の方も来ていいですよ、別にね。ご質問はどうですか。分かりにくかったとか、分かりやすすぎたか、それは抗議にならないか。ないようでしたら終わりさせていただきます。はい、法廷と説明会と、そしてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。あ、一言、はい、いいですか。はい、ありがとうございました。じゃあ、以上で終わります。